朝の心霊現象動画にしたよ。ロハカさんに見てもらおう。っていうか、俺見たよ。見る？今。ロハカさんにじゃあこれ心霊現象かどうか見てもらおうか。霊視してもらおう。ニコ動にたくみさんがアップしてる。また心霊現象起こったから。ちょっと怖いよ。音でかかったら言って。心霊動画流します。同じホテル。やばい目してるんだよ。見たら、見た？わかったでしょ？俺が言ってた意味。障害者の俺がこの人はやばいっていう。この人の障害はやばいっていう。なんつうの、状況わかったでしょ？言ってた意味。俺、初めて見たんだよ。で、ラミアさんは障害者じゃないとか言ってるやつがいたんだけど、いや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 、もうとんでもないわ。とんでもないわ。やばいでしょ？ラミアさんは結構やばい人だと思う。喋り方とかも怖いもんなんか見て。本当の障害者、やべえな。一級の場合やべえな、やっぱ。障害者手中、一級は、やばい。本当に。あの人は一級でいいよ。一級ってちなみに隔離病棟レベルなのね。一級は隔離病棟レベル。今ワイプは出してないね。怖くないこれ。ここには関心ねえかな。怖くない？これ生放送だよ、昨日の。わかった。声がおかしい？嘘？マイクかな？いや別に普通の顔して見てるけど。あ。変。あ。なんだろう。マイクかな？声変。またお化けかな？もう一回見て。どんな感じにおかしいの？これ。一級ってちなみに隔離病棟レベルなのね。怖いもんなんか見て。急に変わるでしょ？リアルミスターさんこんばんは。本当の障害者。やべえな。一級の場合やべえな、やっぱ。障害者手中、一級は、やばい。急に声変わるんだよ。あの人は一級でいいよ。何なんだろう、これ。一級ってちなみに隔離病棟レベルなのね。一級は隔離病棟レベル。電波の感想が見えない。でもこういうのが大きすぎなんだよな、俺の放送。ここには関心ねえかな。あ、ロハコさんから電話来た。ちょっと待って。ロハコさんが霊視してくれるかも。よいしょ。ちょっと待って。もしもーす。これ、後ろ動いてるぞ。え？最初の動画にしてもらうと分かる。最初の出だし。出だし？本当に？うん。
どこが動いてる？その丸いのの隣。それ彼女なんだけど。え？彼女、うん。それは彼女。彼女だったの？うん、それは彼女だね。これでしょ？ちょっと今キャプるんだけど。うん。え、今放送見てます？うん。これでしょ？タイムラグあるかな？ここでしょ？スライムの横でしょ？うん、うん、これは彼女。彼女なの？うん。隠れてんの？これは彼女ですね。うん。うん。これはレイじゃないですね。うん。うん。あ、そう、声です、声。今回は。うん、声じゃなくてね。うん。和道さん、お化粧した。化粧してますね、はい。ねえ。うん。うん。じゃあ、例じゃないですか、今回は。これは。え、わかんない。まだ、うん、出だしからもう一回ちょこっと見せてほしい、2、3分。了解です。うん、こんな感じですけど。え、やばい目してるんだよ。見たら、見た？わかったでしょ、俺が言ってた意味。障害者の俺がこの人はやばいっていう。この人の障害はやばいっていう。なんつうの、状況一瞬、分かったでしょ言ってた意味。俺、初めて見たんだよ。で、ラミアさんは障害者じゃないとか言ってるやつがいたんだけど、いや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 、もうとんでもないわ。とんでもないわ。うん、やばいでしょ。うん。ラミアさんは結構やばい人だと思う。喋り方の怖いもんなんか見て、うん、本当の障害者やべえな、一級の場合やべえな、やっぱこの辺障害者手中一級はやばい、本当にこの辺ですね、うん、あの人は一級でいいよ。一級ってちなみに隔離病棟レベルだな。うん、はい、一級は隔離病棟レベル。タイムシフトじゃなくて、これ生放送中に変だったね。昨日の朝の生放送。あれって言ったら、困っちゃってんじゃん。そうなんですか。原因がわかんないですよ。急に治る。あ、じゃなくて、今のところ。ここには関心ねえから。どういうとこですか？どこですか？40秒から45秒の間。40秒から45秒。こういう感じかわかんないけど。ここには関心ねえかな。声がおかしいぞ。でもコメントで入ってるよ。これ生放送のコメントだよ、これは。これじゃなくてね、うん、このコーヒーのやつあんじゃん。コーヒー、うん。コーヒー作るやつ。コーヒーメーカー、うん。うん。それがブレるよ。うん、嘘。どれくらいですか？30秒から46秒。分かったでしょ言ってた意味。俺初めて見たんだよ。でラミアさんは障害者じゃないとか言ってるやつがいたんだよ。1分30秒ぐらい。うんと、さっきのだから、ちょっと待って、今秒数も見とくからさ。うん。あ、声は普通に聞こえてたんだ。何なんだろう。ブレたとこから。いや、どの辺でブレるんですか。ブレるってか、声がブレるとこから。はいはいはい。じゃあ、ちょっとその辺行きますね。コーヒーメーカー見てますよ、じゃあ。うん。ほんとだ。あ、感じてる。ここには見ました見ました。メーカーがブレたの。あ、わかりましたわかりました。うんうん。そこをスッと通ったんじゃないのかな。なるほど。怖いな。コーヒーメーカーのところブレてる。本当の障害者、うん、やべえな。一級の場合やべえなやっぱ。障害者手中一級は。あ、確かに。コーヒーメーカーがおかしくなってから。あ、本当だ。あの人は一級でいいよ。
一級ってちなみに隔離病棟レベルなのかな。ブレたブレた。あ、ブレと一緒だ。うん。コーヒーメーカーのブレと、ほんとだほんとだ。一級は隔離病棟レベル。何気づかなかった、自分の放送なのに。いや、気づかなかったっす。うん、ね、このコーヒーメーカーがブレた後にノイズが入った後に声がおかしくなってる。なんだろうこれ。そっからサッと入ってきたんだよ。ああ、ブレッとしたくったような感じで。ほんとだ。コーヒーメーカーは何だろう、この色取り方は分かんないけど、ここには関心ねえかな。へえ、また例か。いや、すごいっすね。ロホコさん、よく気づきましたね、こんな一瞬で。いや、僕は全体的に見てる。まあ、動くものと動かないものがあるから、本とか動かないでしょ。うん。でも、ここに例映ってますよね。ここに例が映ってますよね。うん。うん、その例はいいじゃん。これは、ここで大丈夫ですか。その例は怪しいよね。僕怪しいと最初に思っちゃった。これは、これ彼女です。これ彼女です、はい、ありがとうございます、教えてくれて。はい、はい、またやばい目してるんだよ、はい、見たら見た、分かったでしょ、俺が言ってた意味。あさ、うん、障害者の俺がこの人は、え、日曜空いてない、日曜日は浅井さんとカラオケ大会行くんすよ。ああ、そっかそっか。ロアコさんも行きます？いや、いやない。え、でも、浅井さんとロアコさんのコラボみんな見たがってますよ。いや、いいよいいよ。うん。なんでですか？うん。いや、僕浅井さんの歌に、歌で多分逃げる。苦手なんですか、浅井さん。うん、苦手かな、心臓悪いんで。多分心臓止まると思いますね。了解です。じゃあまた。はい、また。はい、ありがとうございます。切るの早いな、相変わらず。なんでこんな切るの早いんだよ。もっとあるだろう、いろいろ。あ、やばいっていう。この人の障害はやばいっていう。なんつうの、状況分かったでしょ、言ってた意味。俺初めて見たんだよ。でラミアさんは障害者じゃないとか言ってるやつがいたんだけど、このノイズの入り方おかしいよね、声。いや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 、もうとんでもないわ、うん、とんでもないわ、うん、やばいでしょ、うん、ラミアさんは結構やばい人だと思う。喋り方の怖いもんなんか見て、うん、本当の障害者やべえな、一級の場合やべえな、やっぱ障害者手中一級はやばい、本当に。うん、あの人は一級でいいよ。一級ってちなみに隔離病棟レベルだからね。一級は隔離病棟レベル。関心ねえかな。あ、でも消える前ボワってまたなる。うん。声がおかしい。何なの、ね、マイクかな。何なんだろうね。もう嫌なんだけどこういうの俺。なんで俺心霊配信者じゃないんだけど。雑談配信者なんだけど。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。